よく乾杯いただきます。おいしい。どうも西条です。今日は8月8日、土曜日、もう夜8時になろうかと。ここはいつもの青梅の釜の淵公園です。今さっき着いてもう水開きして、もう急いでって感じでやらなきゃいけないんですけど、今日はナイトランというような趣旨で、来てます。家であれこれやってても、一番何がダメって暑い。自宅キャンプ場テラスで庭でやるんですけど、でどっか涼しいとこないかなと。で奥多摩まで行けばそれなりに涼しいんでしょうけども、距離があって一番近い河原ということで、ここの青梅、来てみたわけです。涼しいっていうほどではないんですけど、暑くはないし、風がそこそこあるので、快適かなというような感じですね。そこ橋があって、後ろは公園なので、そこそこ街灯があるので、真っ暗ということもないですし、場所としてはいいんじゃないでしょうか。あの辺、住宅街ですね。マンション。これ目の前川なんですけど、見えない。でちょうど画面中心、小さく点ってありますけども、また勝手にキャンプやってる人がいますね。これ奥多摩の上流で雷様がね、暴れた日にはあっという間に増水しちゃいますから怖いですよ。ということで今日はこれ明るすぎて見えない、カップヌードルのレッドシーフード、辛口どんくらい辛いんでしょうか。それから、これだけじゃ足んないで肉持ってきました。バーベキュー用アメリカ産牛肉バラカルビ、それからいつものソーセージ、あとはクーラーボックスの中に冷凍食品の、チャーハン入ってます。今日はこれを晩ご飯として楽しんで食べて、被害という形にしたいと思います。あれですね、今日は日中雲が多かったんでそれほど暑くならなかったんですけど、これがまた普通にね、快晴で、日が出てた日には、今の時間でも30度超えになるんじゃないですかね。今の気温何度でしょう。見えない。お25度、涼しいんですね。25度、なんだろう、湿度が高いからそんなに涼しく感じないのかな。どんどんやりましょう。もう8時過ぎてもうすぐ8時になりますから、結構風が強いんで、ガスコンロっていうか、ガスの、BRS のシングルバーナーなんですけど、火が暴れますね。焼けたかな？焼けたんだか焼けてないのかよくわかんない。見えないですよ。おいしい。
例によってですけど、あら、フライパンから煙出てきた。毎回言うんですけどもね、この皮の音が癒しですよね。ここへ塩コショウはどこ？これか。風で待ってっちゃう。火はついてるよね。いただきます。どんなお肉なのかな。ました。さっきから花火やってるドアホンがいるんですよ。これ川があってですね、川の対岸マンションなんですよ。で、画面左下に見えるのがキャンパーで、そこの連中が花火やってるんですけど、いい迷惑ですよね、近所の人にとっては。ちゃんと花火禁止って書いてあるもん、ね、これでまた河原のね、宿泊キャンプは禁止ですけど、さらに普通の泊まらん、あ、煙出てきた、やばいやばい、ね、夜間利用禁止とかって公に書かれちゃったら、こんなナイトラーツすらできなくなっちゃう。さて、これいただきましょう。レッドシーフードヌードル、旨辛になったシーフードスープ。どんくらい辛いんでしょうね。お芋を沸きました。あ、できました。どうでしょう。いただきます。うん、うまから。あ、これは美味しい、うん、辛さもそんなでもないですね。おすすめです。すげえ飛び散った。はい、したら最後締めチャーハンいきまーす。ファミマコレクションのやつです。チャーハンというといつも、セブンのやつなんですけどね、ファミマのやつはどんなお味でしょう。さっき焼き肉やったときの油で炒めてんですけど、フライパンさっき煙出ましたからね、焦げついちゃうような気も、あ、大丈夫かな。大丈夫そうですね。オッケーオッケー。肉の味が、バラ肉の油の味がうまくついてくれるといいんですけど。さて、できました。うん、これも美味しい。安定の冷食ですね。お気楽極楽。いつかあれなんですよね、キャンプで、中華鍋持ってって、
で、ネイチャーストーブの L、あれでガンガン火炊いて、チャーハン作ってみたいんですよね。さて帰ります。駐車場なんですけど、満車なんです。満車してもそんなたくさん、1、2、3、4、5、6、7、14、15台ぐらいしか止まらないんですけどね。河原でキャンプしてる人が止めるんですかね。多分。車中泊した時に、私が止めた市民プールが有料の駐車場ですね。まあ、あっちは有料ですから止める人はまあそうそういないでしょうけど、まあ無料に越したことないですけど、まあ来た時2箇所空いてたんですかね。まあ偶然止められたからよかった。夏の夜の釜の七公園、東京は青梅市山のふもとの町です。どんな感じかなということで一つの参考になりましたね。しかしあれですね、日中の夏はパッと食べてパッと帰ろうという気分ですけども、夜の夏さすがに泊まりたくなりますね。しばらく道なりに進みます。で思ったんですけど、あの河原はまあキャンプ禁止なんですけど、宿泊禁止なんですけど、車中泊装備で来ればね、この間の車中泊それに、河原でまあカップラーメンでもいいですけども、もしくはバーベキューとかやればそれなりの活動できていいかななんて思いました。でさっきの駐車場横にカンポの宿っていうのがあるんですけども、あそこでお風呂は入れるんですよ。日帰り入浴っていうんですかね。温泉ではなくてただの風呂なんですが、そうすればすっきりさっぱり過ごすこともできるなぁなんて思いますね。ちょっとあそこの公園はいろいろ考えると利用価値大なのかなと思います。